電子書籍普及で起きる恐ろしいこと。電子書籍が販売されてますが、電子書籍は印刷代、紙代、流通費用などがかからないのに、書籍版と値段が同じなのはどうしてなのでしょうか、教えてください。これ本当によくある質問で、フラットに話しますね。正直な話をすると、電子書籍っていうのはですね、紙の本に多分比べて3分の1ぐらい値段できるんですよ。それはもちろん電子化するためにも編集さんは必要でとか、いろんな事情があるんですけれども、どう考えても3分の1ぐらい値段にはできると。でもそれをやると紙の本の値段が3倍になっちゃうというジレンマがあるんですね。漫画の単行本でいうと、今500円で売ってる漫画は本来電子にしたらですね、電子書籍にしたら200円ぐらいがリーズナブルな値段なんです。200円ぐらいで。それをするとですね、少年ジャンプの単行本、電子版は200円。その代わり、紙版は2000円ってことになっちゃう。3分の1になるのと3倍になるのでですね、ほぼ10倍ぐらいの差がついちゃうんですね。で、そうなってですね、紙と電子で10倍の差がついちゃうと、どうなるのかっていうとですね、まあ絶対に、日本人の書店がほとんど潰れるんですよ。で、まあこれで大丈夫ですかって話なんですけども、大体の人はこういう話をすると、いや、だったらもうそれでいいよと。いや、もう、思い切って電子書籍にしようと思ってた家の中が本で溢れてるっていう人もいるでしょうし、いや、もう元々3分の1の値段できるんだったら、さっさとしてくれっていう人も多いと思うんですね。で、俺の近所ではもう本屋も潰れたから、まあ何も考えることがないとか、どうせ俺紙の本もアマゾンで買ってるから、近所の書店は潰れてるよって、いろんな意見があると思うんですけども、ここからが理論展開していきます。絶対に書店が潰れるけど、それで大丈夫かっていうのは、これはですね、電子書籍で、まあ、読めればいい、それでも紙で買いたいようなお金を持ってる人は、買いたい人だけは買えればいいっていうのは、いわゆるホリエモン的な理屈なんですね。ホリエモンっていう人自体、僕は好きか嫌いかで言うと好きなんですけども、ホリエモンがよく使う理屈なんですよ。で、これね、何が危険かって言ったら、買いたい人が買えばいい、別に本屋は潰れるようなところは潰れればいいっていうふうにやってスタートさせると、本屋というものはですね、多分潰れたらもう戻れなくなるんですね。書店がほとんど潰れたら、僕らの社会がどうなるのか分かってないんですよ。欲しい本は手に入れやすくなると思います。だって値段が安くなるんだから。でも果たして私はどんな本が欲しいんだろうとか、僕が欲しくない本には何が書いてあるんだろうっていうのが、どん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 分かりにくくなるんですね。僕らは知的好奇心っていうのを持ってるんですけど、その知的好奇心っていうのは、好奇心っていうのをある程度満たせる環境があってのことなので、全てのものがこれが欲しい、検索した、見つけた、安く買えるというところではですね、どん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 自分が関心があるところの部分しか見えなくなってきて、その周りがどん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 盲点のようにぼやけてくる。これは別に書籍に限ったことではなくて、ネットワーク社会の弊害みたいによく言われてるんですけども、で、これをやるとどういうふうになっちゃうのかっていうと、内田達さんがですね、効率化だけで考える組織よりは、弱者を救える組織、弱者を含んでる組織の方が長生きでいるというふうに前からおっしゃってるんですね。で、僕、内田達さんとの対談本でちょっと言い合いになったんですけども、例えば内田さんは大学を残すべきだと。大学っていうのにはもう少し補助金を与えるだけではないんだけども、市民全体が大学を残さなきゃいけないと考えて残すべきだと。自然競争でやったらこれ大学潰れちゃうって言うんですけども、僕はもう、いや、自然競争で潰れるような大学はもう潰していいじゃないですかと言って、内田さんにすごい怒られた。その時のセリフが、効率化より弱者を残しているような組織の方が絶対に生き残るっていうふうに言われたんですけども、僕はその時考えたのは、日本にはもう大学というものを維持するような余裕がない、余裕がないところで無理やり残したら、結局大学に楽々行けるぐらいお金がある人が大学に行くだけであって、内田さんが考えている知的な環境というのは、一度崩れたら崩れていくっていうのの助けに何にもならない。だから知的な環境というのを構成している中で、大学という面積を取って、で、文科省の予算を山ほど使う、こいつをまず潰して、で、図書館の中に自由セミナーみたいなものをいっぱい作るところぐらいしか立て直しはできないっていうふうに言って、まあ、大激論になってですね、そこのところバッサリカットされたんですけどもですこの社会が書店を維持する、本屋さんを維持するだけの余裕までなくなれば、多分本屋さんというのはなくなっちゃうんですよ、今の話の中で。すると書籍っていうのはお金持ちだけの娯楽になっちゃって、で、貧乏人っていうのはそんな不便なものなんで欲しいのと。だって2000円もして、紙だからすぐなくなったりして、で、どこにでも持っていけるわけじゃなくて、家に置いてあったら外で読めないと。なんでそんな紙の本みたいな不便なものが欲しいのというふうに貧乏人は思うようになって、金持ちは金持ちで、いや、紙の本はいいけど高いけどいい
けどねっていう風になると、お互いの文化が理解できなくなる。これが階級化なんですよ。階級化っていうのは何かというと、貧富の差があることじゃないんです。貧富の差というのが固定化されて、金持ちは貧乏人の気持ちが分からなくなる。貧乏人は金持ちの何が嬉しいかとか理解できなくなるっていうのが階級化なんですね。本屋に限ったことはないんでしょうけれども、本っていうのをですね、じゃあ電子化すれば本のコストは、漫画のコストは3分の1になる、その代わり紙の本は3倍になるっていうのは、徐々に徐々にこの本は紙でしか出ない、この本は電子でしか出ないというような仕切りがどん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 生まれていって、今日本っていうのはかろうじて一つの文化っていうのをなんとか、それはお互いパリピだとかオタクだとかリア充だと言いながらも、実は心の底で何が面白いのかどっか分かってる、この世界が全て崩れていって、中世ヨーロッパの野蛮な世界のように、俺中世ヨーロッパは野蛮っていうのはですね、あいつらが金持ちと貧乏人っていう階級にはっきりと分かれて、お互い理解できなくなってたから。日本の中世と言われる江戸時代ですね、室町から江戸っていうのは、実は庶民であろうと百姓であろうと武士であろうと、大体ですね、同じものを面白がるって喜ぶっていうですね、すごいいいフラットな文化圏を持っていたですね、めちゃくちゃ豊かな民族なので、それ失っちゃうのはもったいねえなと思って、僕も実はそのホリエモンに賛成するところがかなりあるんでですね、いやもう本の値段3分の1にして全部電子で出してほしいよって思いながらも、それやっちゃうと本文化っていうのは完全になくなっちゃうんだなと。なんか家族の中でやっぱり障害者っていうのがいたら、それを切り捨てるんじゃなくて、なんかそれを一緒に生きていくことで何かがあるのと同じように、なんかここら辺は負担として抱えるしかないんじゃないかなというふうにちょっと思っています。すいませんね、めんどくさい難しい話をして。前回のゼミの、早送りで映画を見る人たちというですね、動画についてるコメントです。ビジーさん、これ LINE 漫画のコメント欄見てるとものすっごい感じるってことですね。コメなんか面白い時もあるんだけども、わかんない、つまんない、不親切、作者が下手くそ、読むのやめますってコメントが溢れてて失望してしまう。ネタバレ論争や登場人物の行動が教科書的じゃないことへの批判もものすごい。もはやアプリ使用者層が若いだけじゃ説明がつかないレベル。漫画が広く愛されるようになって嬉しい反面、読者の質の低下がコンテンツの低下を促しているようで辛い。本当に辛い。っていうふうに書いてくれてます、BG さん。ああ、LINE 漫画僕見たことないんですけども、そんなことになってるんですね。コメ欄が、コメント欄がわかんないつまんない不親切、作者がひたくそ読むのやめますって、本当に何でしょうね。無料で漫画を見てるのに作者にそんなにダメージ与えてどうすんだっていうかですね。なんでその作者のモチベーションを削るということに、まあ、気づかないとか気づいてもとにかくそれを書きたい欲求の方が高いんでしょうね。そうやってどんどん場が荒れていって、そうやってどんどん LINE 漫画っていうのをダメにしてるっていうふうなことを気がついてないのかもわかんないですね。いや、すごいですね。漫画派さん、10代女性。解説配信いつも楽しんで聞いてます。解説配信、漫画好きの友達が減っています。友達に漫画ならではの映画やアニメにはない魅力や凄さを教えてもらいたいです。友達の大体の考えは、この10代の漫画派さん、女性の友達ですね、の大体の考えは、漫画はストーリーがつまらないものが多いし長い、最終回がどれもつまらない、進撃の巨人の最終回も平凡とのことです。何をお勧めしたらいいでしょうか、書いてるんですけども、いや、これはね、進めない方がいいですよ。あの、友達の品質が低いだけです。言っちゃ悪いですけど、あなたの友達は多分ね、昔は面白かったの、昔はいろんなことに興味があって、昔はいろんなことを面白がれたんですけども、今もうね、面白がれることが少なくなっちゃったんですよ。頭が悪くなっちゃったんですね。だから、そういう人たちは YouTube 見てりゃいいし、まあ多分 YouTube もだんだん長いのが無理になってですね、インスタとか TikTok しか見れなくなってるでしょうからですね、そういう人に無理に漫画進めても虚しいだけだと思います、僕は。だから、せめて漫画読めるだけの知能を持った友達探さないと、このままではですね、周りが全部バカというバカ地獄に落ちちゃうんでですね、漫画派さんはですね、友達にみんな漫画が面白くないっていうふうに言われると。進撃の巨人も最後はですね、平凡と言われたっていうことは、そんな友達は、まあ、友達っていうカテゴリー、バカ友達のカテゴリーに入れて、一緒に、まあ、ここから仲良くするのもいいんですけども、ちょっと賢い友達も作った方が人生楽しいと思います。動画へのご意見、ご感想。
電子書籍に関するご意見をコメント欄でお待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。